さて今回レビューしていきますのは仮面ライダーセイバー変身ベルトデラックス聖剣ソードライバーです。こちら仮面ライダーセイバーに登場します変身ベルトなんですけれども、現状主人公のセイバー、そして2号ライダーのブレイズはこちらを使って変身することは確定してますね。多人数ライダーの作品みたいですけど、全員が全員これ使うわけではないみたいなので、まあ今後もねいろんな変身グッズは出てくると思うんですけれども、まあこれが基本となる変身グッズとなると思いますので、セイバーが気に入った人、セイバーを楽しむのであればこちらの変身ベルトが必要かと思います。外箱パッケージには剣と鞘状態のこちらワンセットになってますけれども、こちらのソードライバー、そしてこちら主人公のセイバーが変身の時に必要となりますブレイブドラゴンワンダーライドブック、こちらの方も付属しております。裏面こんな感じで、まあいつものベルトって感じで、変身とか必殺技の遊び方とかそのあたりが全部詳しく書かれてるんですけれども、まあ見ての印象は必殺技めっちゃあんなっていう感じで、実際いっぱいあるんですよ。なので結構遊ぼうと思うと、遊び尽くそうと思うと結構ね盛りだくさんで、結構飽きが来ないベルトになってますよね。それでは開けてまいりましょう。内容物としては聖剣ソード本体とソードライバーバックル、ベルトパーツ左右とベルト止め、火炎剣劣化のエンブレムとブレイブドラゴンワンダーライドブックです。箱の中にはこういう紙の説明書も入ってるんですけれども、そこに書いてあります QR コードを読み込みますと、カラー版のウェブ取扱説明書を見ることができます。非常にこっちの方が分かりやすいですね。紙版は白黒なんですよ。なので初めて取り扱うときはこっちアクセスして、これ見ながら遊ぶのも全然ありだと思います。仕様としてはこちらの本体の裏面、ここに単4電池を3本入れます。一番外側の部分は一応軟質にはなってるんですけれども、かなり硬いんですよね。うん。先っぽのとことか触るとこれ軟質なの分かるっちゃ分かるんだけど、ただね殴れば痛いんで、あの振り回すとかそういうのは結構危ないかもしれないです。なんでその辺は注意が必要ですね。そしてここにくぼみがありますが、ここにこの火炎剣劣化エンブレムをはめ込めば、仮面ライダーセイバーに変身するための剣が完成いたします。登場は来週ですけれども、2号ライダーのブレイズもこちらのソードライバーを使って変身をしまして、こちらのデラックス水星剣流れエンブレム&ライオン戦記ワンダーライドブックのセット、こちらを購入すると、中には水星剣流れエンブレムが入っておりますので、先ほどの火炎剣劣化エンブレムと使い分けることによって、セイバーとブレイズそれぞれ変身遊びをすることができます。ですので、すでに食玩でライオン戦記のワンダーライドブックは発売されておりますけれども、完コピの正確な音声を鳴らすとなりますと、こちらのデラックス版で水星剣流れのエンブレムが必要となります。エンブレムの装着ですが、まず電源を入れます。そして剣先に銀色の塗装部分がありますので、エンブレムの裏面にも同じような形のこれねモールドが入ってますので、これをここにスキャンすることによって、これで火炎剣劣化になります。あとはここのくぼみにエンブレムを装着すると、これで火炎剣劣化は完成いたします。第1話の主人公トーマがずっと手に持っていたブレイブドラゴンのワンダーライドブック、ベルトを買いますとこちらのデラックス版が手に入りまして、単体での音声が鳴りますので、裏面にスピーカーと塗装があります。今回電池はボタン電池 LR44 が2個ですね。ページは二重装甲になっていて、外側のページは手で開くことができます。なんかすでにここのね、こういう文字解読してる人が結構いて、なんかね読めるらしいんだよね。アルファベットをちょっともじったみたいな感じの文字らしいんだけど、ちょっと僕はまだ解読全然できてないんですが、もう一個のページは基本的にはベルトに刺して剣を抜いた時にバカッと開きますので、単体でそのページを開くことはできません。ただ一応ね、ここ押すと開くちゃ開くんですけれども、まあ基本的に遊び方としてそちらは含まれませんね。で音声聞いていきましょう。絶縁シート載ってます。本についての説明が流れます。そして最初の先ほど開いたページ、こちらを奥まで開くと、こんな感じで先ほどの音声が流れます。ちなみに下に大きいボタンがありますので、これを軽く押すと、本のタイトルを読んでくれます。それではベルトを完成させていきましょう。ベルトの裏側に、ここにね、ジョイントじゃないですけど、ベルトを装着する出っ張りがありますから、ベルトパーツの内側に LR の文字があります。これは R ですね。R なので右側になります。右側に、ここの上下のクリアのボタンを押しながら中に挟み込んで、指を離すと、
ここでロックされます。同じように L と書かれてる側をここにセットして、これでベルトパーツが装着が完了しましたので、ベルト止めを中に通して、あとはね自分の腰回りの調子いいところにちゃんとここを装着して合わせてベルト止めを持ってくれば、はい、これで総ドライバーベルト状態完成いたしました。真っ赤なベルトパーツとこのブラックの総ドライバーの本体が非常にいい感じですね。セーバーの基本フォームブレイブドラゴンのカラーリングを非常によく表していると思います。実際ブレイブドラゴンのワンダーライドボックと並べると色がかなりマッチングしますよね。そしてプレミアムバンダイで大人用のこのデラックスベルト用の延長ベルトが発売しておりますので、これを装着することでベルトを長くすることができます。はい、というわけで撮影用でベルト台座に装着いたしました。これが総ドライバーのみを腰に巻いた状態をイメージしていただければと思います。すでにねベルトの横につける必殺ホルダーとか発売されておりますけれども、そちらの方のレビューはまた別で上げますので、今回はそちらはなしの状態で進めていきたいと思います。変身方法ですけども、まずワンダーライドブックをベルトに装填いたします。すると変身待機音が鳴りますので、剣を引き抜く、剣を引き抜くとセットしていますワンダーライドブックの変身ページがバーッと開きます。でその後は剣の方から変身音が鳴るっていう感じですね。そしてソードライバーには本をセットする箇所が3箇所あるんですけれども、ワンダーライドブックには神獣生物物語っていう3つの属性があるんですが、ワンダーライドブックの下のところに3つ四角があるんですけれども、左が神獣、真ん中が生物、右が物語になってるみたいで、このブレイブドラゴンに関しては左にこれ黒く塗りつぶされて中赤いマークありますけれども、左側に印がありますので、これは神獣ということになります。なのでこれが属性によってどうも指すところが違うっぽいんですよね。なんかちょっとそれに関する詳しい説明とかどっか載ってないかなって調べたんですけど、ちょっと自分では見つけられなくてですね、ちょっともし知ってる方いらっしゃったら教えていただきたいんですけど、ただ見た感じだと左の神獣の時には左のスロット、真ん中の生物の時は真ん中のスロット、物語の時は右のスロットにどうも装填しているみたいですね。なので神獣同士のワンダーライドブックとか生物同士のワンダーライドブックの装填みたいなやつは本編には出てこないんじゃないかな。まあちょっとまだわかんないですけどね。なので今回はブレイブドラゴンは神獣ですので左のスロットにセットいたします。では第1話のトーマを真似して変身をしていきたいと思います。トーマはここを開いた時にブレイブドラゴンという音声が鳴って、本を閉じてセット、剣を引き抜いて、その後変身っていう掛け声を出していましたね。実際本を開いてもブレイブドラゴンって音声は鳴りません。むしろこれを奥まで開いちゃうと違う音声が鳴りますので、ですので本を開く瞬間に下のボタンを一緒に押せば本を開いてブレイブドラゴンって音声鳴るみたいな感じで遊ぶことができますね。バランス転職。それでは仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンに変身してまいりましょう。変身。これで仮面ライダーセイバーブレイブドラゴンに変身完了いたしました。第1話のモーションをちょっと真似してみたんですけど、結構変身っていうタイミングが難しいですね。そして本体を見てみますと、さっきと違うページが開いているのがわかりますね。表紙ページよりさらに奥のページが開いていて、こちらは変身ページとなります。変身ページを見てみますとブレイブドラゴン映ってるのがわかりますね。超かっこいいっすね。そしてこちらのソードライバー、かなりの数の必殺技遊びが遊べるんですけれども、まずは第1話で使っていた必殺技で遊んでいきたいと思います。まずはページプッシュの必殺技ですね。まずは変身遊びが完了した状態、剣を抜いた状態から、このセットされて変身ページが開いた状態のワンダーライドブックのこの開いた側のこの薄い方、これを奥に押し込むとブレイブドラゴンって本のタイトルを言いますので、それで必殺技発動となります。開封時の動画でも言ったんですが、ここに出っ張りがあって、本を大きく開くとね、ここが結構大きく干渉するんですよ。なので多少ちょっとワンダーライドブックにね、傷がつくの覚悟でやらないといけないのかな。それではページプッシュの必殺技です。いきます。ねえ、結構しなったでしょこれ結構不安になるよね。
続いては火炎拳烈火を抜刀しての必殺技いきましょう。火炎拳烈火を鞘に一回戻しまして、ここにあるトリガーを一回押します。すると必殺技耐久音が鳴りますので、もう一度剣を引き抜くと抜刀必殺技音が鳴ります。第1話では火炎十字弾を繰り出しておりましたので、そちらの方を再現していきたいと思います。それではいきましょう。火炎十字弾。それではここからは第1話へ登場しなかった必殺技を繰り出していきましょう。まずはおなじみのライダーキック。鞘に剣を収めた状態からトリガーを引きます。すると必殺技耐久音が鳴りますので、その後剣を抜かずにもう一度トリガーを引きます。するとキック必殺技音が鳴ります。では行きましょう。そしてこのワンダーライドブックを直接剣に読み込ませて必殺技を繰り出すこともあるようです。やり方としては剣を引き抜いて、ワンダーライドブックも抜きます。で、剣先にリーダー部分があるという話を先ほどもしましたが、ワンダーライドブックの裏面にもね、この剣先と同じ模様があります。これも塗装になってますね。で、これをこの剣先に当てます。するとワンダーライドブックを読み込んで必殺技耐久音が始まります。で、その状態からトリガーを引くことでリード必殺技音が鳴ります。ちなみに読み込みは3回まで続けて読み込ませることができて、それによって必殺技音声が変わるみたいです。で、まず1回でやってみましょう。ドラゴンふむふむで本を読んだみたいですね。続いて2回。習得1戦から習得2戦に変わりました。最後に3回。ふむふむがなるほどなるほどに変わりました。習得3戦で斬撃の音も3回になりましたね。というわけで本日は仮面ライダーセイバー変身ベルトデラックス聖剣ソードライバーをご紹介いたしました。また他のアイテムは後日レビュー動画出そうと思っておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。はい、というわけでおまけでございます。本日ね、仮面ライダーセイバーの第1話放送されましたけれども、いや面白かった。ゼロワンロスとかちょっと前まで言ってたんだけど、実際セイバー見てみたらおもろかったね。でもね、やっぱ今までのライダーと全然違う雰囲気というか、まあネタバレも含めて話していきますけれども、事前に告知もあったようにエンディングがダンスになったり、あとね、敵が巨大化したのよ。いやもういよいよ戦隊やんってちょっと思っちゃったけど、ただ別にロボット出てきて戦うわけでもなければ、エンディングのダンスもね、結構難しいダンスというか、なんか一緒に踊ろうよっていう感じではないダンスだったよね。そういう点考えると決して戦隊に寄せてるわけではないんだよなっていう感じはしたんだけれども、ただライダーらしいかっこよさももちろんありつつの、新しい試みとしてね CG ガンガン使ってたりとかして、非常に今後の展開気になるところでありましたね。あとヒロインのメイちゃんがめちゃめちゃ可愛いね。ずっとずっと笑顔でずっと元気いっぱいで、ああいう子朝から見ると元気出るわ。前作のヒロインのイズちゃんとかジオのつくよみとかとまた全然違う雰囲気で、主人公と肩を並べて一緒に物語に飛び込んでいくっていう感じの雰囲気がすごく良かったですね。あと青い服着て登場した最後ね、ライオン乗って登場したリンタロウね、なんだあの登場はって思ったけど、なんか雰囲気的にちょっと頭固そうな雰囲気あるけど、まだねちょっと第2話見てないんで何とも言えませんけれども、なんか予告編とかエンディングの雰囲気とか見た感じ、主人公のトーマと一緒にね、頑張ってくれるみたいな雰囲気があって、雰囲気的なビルドのバンジョーになんか近い感じがするんだよね。まあバンジョーとは性格全く違いますけれども、前作のゼロワンのフワさんは最初ね、まあ敵対じゃないですけど、ちょっとね、考え方というか倫理的な部分が主人公のアルトと違ったりとか、ジオウもゲイツはね、最初もう相互のことを倒そうというか殺そうとしてましたから、その時の雰囲気と比べると、1号2号がなんか仲いい感じが今後
していくんじゃないかなってなんとなく思ってて、個人的にはそういう展開の方が好きなんで、そこは非常に楽しみですね。あと敵が大量に登場してましたけれども、あの兄さんたちみんなライダーになるのかな？いやー、そこもちょっと気になるけど、ちょっとまだ全然先は見えないところではありますけれども、展開非常に気になりますね。というわけでまだ第1話で要素をぶっ込まれてる状態で全然説明とかがまだありませんから、どういったストーリー展開になっていくかっていうのは本当に予想の範疇ですけれども、第1話の内容をきちんと確認した上で第2話の放送を楽しみに待ちたいと思います。